こんにちは。メールでお問い合わせをいただきました。今回はですね、FX で、法人口座、法人による FX の取引ですね。これをどのようにすればいいかということと、注意点など、答えてくれということだったんで、返信させていただこうかと思います。で、まずですね、FX を法人でするメリットなんですけども、これはですね、代表的なのが、個人で FX をすると、これは投資活動になりますけども、法人でやると事業活動になるんですよね。ということはどういうことかっていうと、おそらくこれ経費がね、いろいろと計上できるんだろうなと思うんですよ。詳しくはね、税理士さんに聞いてほしいんですけども、私はそういうふうに理解してますね。例えば FX の教材を買ったとか、FX のセミナーに行ったとか、FX のなんたらかんたらみたいな経費っていうのは全て FX で得るための多分利益が生まれたとしたらね、その利益からまず差引ける経費になると思いますんで、利益額を圧縮できるんじゃないかなと思います。ただね、そうなると FX が事業扱いになるんで、事業に類する税率になるのかなと思います。投資の場合ですと税率は 20% なんですけども、一般の事業となるとこれはですね、20% じゃ済まないんで、大体30とかね、35% になってくるんじゃないかなと、法人税率がかかるようになるんじゃないかなと思いますんで、どちらが得なのかはまず自分の電卓で計算してみること。もちろんね、 FX の熟練度とか収益によって変わると思いますので、そこを使い分ける覚悟をしながらですね、その上で税理士さんと相談するということになります。その他の注意点は特にありません。個人でやるのも法人でやるのも FX やるのはどっちも一緒なんですよ。ですから経費と税制に関して、これは税理士さんに、顧問を取ってですね、その顧問の税理士さんと一緒に進めていくのが良策かと思います。私も税金についてはアドバイスができないでもないんですけども、税理士法にかかる恐れがあるのと、やっぱりね、私が自分の小さな会社の中でやることよりも、それをお話しするよりも、実際にご自身の事業もしくは投資活動をこれからね、専門家に、いわゆる税理士さんにお願いする意味で、ずっと税理士さんと付き合っていた方が結局は得策だと思います。それが私のね、投資をする上でも事業をする上でも、一番最初の大きなアドバイスになると思います。私も今いっぱいね、社員を雇ってきたんですけども、みんな給料ね、20万前後かかるんですよ。30万とか40万とか。でも税理士さん顧問にしても3万円前後でいいわけなんですよね。で、これは一般社員が何人いてもかなわないような、知識をね、助けてくれるんで、非常にいいと思います、顧問を雇うっていうのは。で、あとね、事業、税理士さんみたいな事業の方とお知り合いになると、事業の方は事業同士でつながってるんで、会計士さんですとかね、それから社労士さんですとかね、それから中小企業診断士さんとかね、そういった形で、いろんな方とつながれるんですよね。弁護士さんもそうですけどね。だからそういうふうに進めていったらいいんじゃないかなと思いますね。以上のような形になります。そう、FX の法人口座開設なんですけども、最近新進系で出てきた au 株コム FX っていうところがあります。ちょっと動画概要欄にその URL つけておきますので、ポイントサイトのモッピーがもし案件あったら、そこからね、アフィリエイト報酬もらいながらやるのもいいと思いますし、 A8 ネットを経由してやるのもいいと思いますけども、とりあえず公式な、URL つけておきますので参考にしていただいて、あとはポイントサイトから行くのか A8 ネットから探すのかはもうご自身で検討されてください。 au 株コム FX、 こちらの方だと法人口座もトントントンと作れるというふうになっております。じゃあ以上です。